明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。ということで2024年一発目の動画はドラクエウォークガチャをやっていきたいと思います。新種2024ドラゴン装備福引き、早速強い武器来てますので、まずはチケットで20連いきます。今回はドラゴンがね登場と虹2つドラゴンが今回登場ということで、はい、まずは既存の装備から、このねドラゴン色に合わせてという感じなのかな。お正月装備だからね、何はともあれちょっと期待しつつ行きたいなと思います。まあとりあえず武器が1個は欲しい武器があればお願いします。おおやったー、え、新年一発目、これはかなり幸先がいいんじゃないでしょうか。今年大丈夫かな、すでに運を使い果たしていませんでしょうか早速来ました。破壊の鉄球、いろいろ本当についてますね。破壊の激砕なん合ってるかな、敵全体威力 630%、 体技ダメージメタル系にプラス66、メタル系も通りますよっていう。繊維喪失レベル1を付与、このスキルで敵を倒すごとに HPMP10 回復がついてるんですね。いきなりスキルが2つもついてます。血のたぎり、戦闘開始時に HP1% 消費して、消費量に応じて斬撃、体技ダメージを上げる。ストームホース、イオバギのホースを得る。結構しっかりガシガシ攻撃していきましょうっていう感じのスキルがついてます。ということでチケットで早速出てしまったんですが、20連目、まだまだここは装備揃えていかないとという感じです。お願いします、全部揃って。あ、1個虹、チケットで3個虹はなかなかいいんじゃないか。おー、クリスタルクロー、こちらは前のやつですね。はい、ということでチケット20連ですでに出ちゃったので、結構幸先いい感じになりました。なんかちょっと動きが出てるからホッとという感じですが、の有料の方の星5枠確定を引いていきましょう。初回が1000個なんですね。ありがたい、さすがで2回まで今回は使えるっていうことなんで、今回はねやっぱお正月お年玉的なね感じなのかな。お、いや虹が最後の1個にちょっとこれは確定室なかったけど期待だ。ドラゴン装備欲しいな。もう見た目もドラゴンでかっこいいですよねめちゃめちゃ、うん、お願いします。うっ、やったー、トービー、めっちゃ尻尾ついてる、かわいい。ドラゴン特攻のスキルとかついてますね、効果が。イオとかバギーの攻撃を晴れの日に上げやすくなりますよっていう感じですかね。はい、じゃあ40連目です。もう一回ね、確定二次確だから、お、1個しか流れなかったけどこのまた一番最後に、でも今回一番最後あるジンクスあるからね、ちょっとまた、今下来たから上ですね、上が欲しい。さあ揃うのか、新年一発がつくちゃったダメだったプラチナドレイ、じゃあ普通に引いていきましょう。ここで50連目です。いや結構もう使い切りましたよ、パワーは2024年のパワー使い切ったさあどうだ、お、虹あるある虹あるよかった。ちょっと新年一発目が
スカーって感じだとだね、始まり良ければ全て良しじゃないですけど、なんかそんな感じなので、いい感じでね始めたい。さあ、あー、お、下かぶり、下かぶりです。かぶりでした。え、でもかぶりだけどすごいいい確率で来てるんじゃないか。60連目です。皆さん、お正月はどんな感じでお過ごしでしょうか。私はね、岐阜に実家に帰ってきております。あまあまあまあね、お正月はダラダラしないとですからね。ゲームをしながらダラダラと。では、70連目ですね全部合わせて70連目、お願いします。虹、お、来た虹。この普通の感じで虹が来るのはいいですね。新しいのお願いします。新しいドラゴン来い。あー、王者の盾、70連目ですね。みんな売りましてこれすごく便利になったよね。で、80連目です。さあ、新春新春ガチャ、じゃん。あー、ダメか。では90連目。あ、2023年もね、すごくね、いい年で、これね、僕も満喫しましたからね、毎日。今年も楽しみたい。こうガチャ出ないことも多いけど、出るとよりね、ね、はかどりますからね、楽しめますからね。では、来ました。100連目。記念すべき100連目。100連目でこれ確定だよね。怖い。あ、すごい、3つも虹があるよ。これは揃っちゃうんじゃないか。上下頭も。まず1個目、おお、ラーミア出るんだねラーミア、そしてからの、あ、ブラチナトレイ。あ、本日2個目のブラチナトレイ。最後、お願い、ラスト1個頼む。うわプラチナどれからのプラチナウィング。ドラゴン装備じゃなかった、残念。続けて110連目いきます。ふる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 、どうだ。お、虹1個来ました。さあ今こそドラゴンの力を目覚めさせる時。ラーミアが今回出るんですね。武器強化あったからがね、使えるのかもしれない。今年はすごくラーミアの武器が。120連目、お願いします。お、あ、でも結構虹率はなんか10連に1個ずつぐらいの感じで、全体的にいいですね。よくしてくれてるのかな、確率。じゃん雷神の槍、130連目です。はい、1個ね、ピックアップあるから、ちょっともう1個ぐらい出てくれたら嬉しい。お願いします。あーダメか運勢もガチャもそんなにサクサクとはね、いかない。四回り谷あり。そして、140連目、ピックアップ確定。いきます。お願いします。これで、ちょっと違うところ、または、武器が、つらみちお願い。お、1個ですね。また最後だ。なんか、最後の1個で、エルジンクスが、ね、あります。最後まで諦めちゃいけないってことですね。頭か上か武器でもいいな、来てくれると嬉しい。さあ、ドラゴンになれるのか、お願いします。あー知ったよりによって、残念。下めっちゃある、下だけ下だけ3人につけられる。150連まで引きましょうかはい、もう武器出たし、さあ、
今年は皆さんどんな一年になりますでしょうか。お最後の最後スカーって感じの切りよくね150連ということで、全部で4つ出たんですけど、そのうち3つが下装備だったっていうね感じで、ちょっと被りが残念だったんですが、引き的にはなかなかいい感じだったんじゃないでしょうか。なんかね、最後の1個が出やすいっていうすごいジンクスでしたが、私もね最後まで諦めずに1年楽しく多くねしていきたいと思います。 YouTube も動画ね、楽しい動画いっぱい作っていけたらと思うので、今年も1年よろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。良いお年を過ごしましょう